ない人に友よ、答えてくれ。同胞に裏切られた時、人は一体何を信じればいい？自分の存在と成し遂げたこと全てが非道な男たちの嘘と偽りで埋め尽くされたとしたら、私はこの惨めな場所で死ぬ。私を生かし続けている者は復讐への渇望だけだ。奴らを追うぞ、メイソン、ドラゴビッチ、シュタイナー、クラフチェンコ。奴らに死を。せないんだ。エスノクは死んだ。メイソン、わかるか、奴は死んだ。ウィーバーの言う通りだ。もう時間がない。ロシア人に利用されたんだ。そうだとも、お前は裏切ってない。数字のことだ、メイソン。あれには何の意味がある。どこから送信されている。数字、一体何を意味してる。メイソン、どこにいる。メイソン、スタイナーは殺すしかなかった。数字が聞こえてるんだ。また貴様か。ロクタで殺すべきだった。少し待て、休ませて。意識を取り戻したら電圧を2倍だ。思い出した、ボルクタで奴らが言っていたことを。この被験者はすでに暗号数列を解読できるよう調整済みなの。それで何が問題なの。彼の命令に対する反応がとても不安定で予測できない。予想外の抵抗を示している。なぜだ。普通じゃない、特殊なんだ。これほどまでに強い意志の力は他の被験者ではもっとうまくいったんだが。私の命令に従うことができないのであれば役に立たず失敗作だ。脳に戻しておく。頭が割れそうだ。ターゲットに向かえ。オーズワルド高速。皆兄弟だ。レズナ、このアメリカ人を信じるのか。命を懸けてもいい。そいつも我らもそう違わん。私を信じるようにメイソンも信じろ。裏切られ、忘れられ、見捨てられた。メイソン、生き延びろ。絶対に脱出するのだ。私たちは兄弟だ、メイソン。同じなんだ。ジョン、フィッツジェラルド・ケネディ。君は最高の人材だと聞いて、あらゆる場所でな。Parte a voz.
洗脳したのはドラゴビッチだが、レズノフは独自の思惑があった。メイソン、あの男はベトナムになど行っていない。ノバシクスの書類を持ってきた亡命者はマクビ襲撃時に死亡している。ベトナムに彼はいなかった。島にも彼はいなかった。メイソン、よせ。ビクトル・レズノフはもう5年前に死んでいる。ボルクタからお前と脱走し死んだ。何年も一緒にいた気がするのは全て想像の産物だ。信じてたんだ。だからこそ成功した。東側の MK ウルトラ計画だ。お前はケネディを殺すように仕組まれた。レズノフが横槍を入れ、奴はドラゴビッチへの復讐に燃えていた。ドラゴビッチ、クラクチェンの主体の新たな標的だ。記憶に空白があるな。こっちでもお前の消息を把握できていなかった時期だ。だが洗脳が解けてしまえば失われた時間も戻る。退避するぞ。ノバシクスの攻撃が近い。国中に潜伏中の何百人もの工作員があの毒ガスをぶちまけようとしているんだ。シュタイナーが死に、数列の送信に関する手がかりは断たれてしまう。お前は暗号を解読するようプログラム。数列の意味はお前にしか分からない。ノバシクスは奴らの計画の一つにある。位置の計画が送信を傍受し、何時間も繰り返しお前に聞かせたが、未だに洗脳の壁を崩すことができる。メイソン、最後の望みだ。頼む、もう一度だけ聞いてくれないか。こいつは好きにしましょう。君への贈り物だ。新たな関係を祝してな。お前はボルクタの知らんだろうな。お前に何をしたのか。この被験者はすでに暗号数列を解読できるよう調整済みなのだが、全工作員に告げる。キューバにおける我々の新たな盟友が国内高級的な送信施設の建設を承諾してくれた。プロジェクトノバの始動まで今後全ての指示はルサルカからの送信で行う。西側の中枢部を攻撃する我々の計画は今始動する。さらなる指示を待つ。こいつは好きにしろ将軍。君への贈り物だ。新たな関係を祝してな。新たな関係を祝してな。高級的な送信施設の建設を承諾してくれた。全ての指示はルサルカからの送信で行う。送信源が分かったぞ。船だ。あれはずっと前に見たルサルカだ。場所はキューバだ。